今回は4月に一度ご紹介した実験水槽の3ヶ月後をご紹介いたします。まずレッドビーサンドのノーマルの水槽です。3ヶ月が経過してだいぶ水槽の中の環境が整ってきまして、苔がほとんど生えなくなってきました。よく苔が残りやすい水槽全面とソイルの境目のところもすごくきれいになっています。モスも非常にきれいな状態で苔もついてないです。ただ今まで3ヶ月生態系を作り上げるために餌を若干少なめに飼育してきているので、かなりモスが食害に遭ってます。当時地エビだったエビたちも 1.5 センチぐらいになってきました。あと2ヶ月ぐらいで繁殖サイズになると思います。手の動きも非常に良くて活性が高いのが分かっていただけると思います。ソイルの上のみならず水草の上の方までかなり全体的に活発に動いてくれています。大体5、60匹育ってきてるんじゃないかなと思います。次にこちらが実験で作ってみたレッドビーサンドの低ペーハーの水槽です。やはりペーハーが低いとバクテリア微生物の活性や繁殖を阻害するようで立ち上がりが悪いです。3ヶ月経ってもまだ苔が人がいません。ソイルの境目のあたり分かるでしょうか。掃除の拭き残しの苔が残ってます。これは抜け殻を食べてるんでしょうか。こちらも生態系を作り上げるために餌は少なめなので抜け殻とかも食べてしまうほど活性とかはいいです。ただモスを比較しますと pH 6の 6.5 のノーマル水槽よりもモスがちょっ
と苔の影響で汚く生えてしまってます。この辺かなり茶色い部分が出てきたりしてます。指もすいません。ミーたちもそこそこは動いておりますが、ノーマルの水槽と比べると若干動きがスローな感じがします。水草の上の方まで行ってるエビの方も3匹、4匹と数が、残念ながら数が少ないです。もう一度pH 6.5 の水槽と比べていただくと、エビの動きの状態の違いが一目瞭然かと思います。エビの方が今泳ぎ回ってると思うんですけれども、こういう形でエビが餌を探しながら非常に活発にいろんなところに動いていっています。それが低pHのソイルの方では見受けられません。そしてこちらが、こちらも低pHなんですけれども、シャドウ系のモスラを入れてみた実験水槽です。こちらは無給餌飼育といって餌をあげない方法で飼育しているので、水槽の面とかの苔の方はほとんど出ていないですが、モスの方がちょっと汚い感じに、残念な結果になってきちゃってます。この辺の南米なんかは結構綺麗ですね。こちらがシャドウかモスラから生まれた白エビです。これからターコイズみたいになってくるのでしょうか。こちらはチャビーっぽい感じです。こちらにターコイズっぽい感じの個体、この下にへばりついているのがシャドウのモスラなんですが、ちょっとうまく映りませんね。そして4つのですが、運送屋さんが来ちゃいました。一つのpHの低めの水槽はもう完全に崩壊状態だったので新しくリセットしました。また次回ご報告します。